ジで？虫がめちゃくちゃ寄り添いそうっていうすごい夢のない話をしてしまったんですけど、大切な思い出なのに思い出すのが辛いから。そうね、それはそうね。うわあ、二人ともいい人そう。はい、どうもアニメディレクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは夏目友人帳C第11話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました夏目友人帳4期もう11話でございます。はい、7期決まったからまだ希望はあるというものの、なんかどん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 先に進むにつれて残ってる話数が少なくなってるのを感じるんですよね。5期6期含めてね。あー、いやー、もうなんか新しい栄養というのが少なくなってきて、もう完全に折り返しがどん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 進んじゃってて、でもうこの4期ももう2桁台に入ってしまっているわけでしょ。あと11、12、13でなんか特別編が1話あって、あと4話で、まあ4期はとりあえずっていうところではあるんですけど、わー、マジか、早いな本当に。ちょっともう今から寂しいんですけど、まあ今回ね、なんか夏目の両親についていろいろと話が掘り下げられるっぽいので、そこら辺すごい気になるんで、今回ちょっと新しくお話最後まで楽しんでいこうと思いますので、ぜひと皆さん一緒に楽しんでいただけたらと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ行きましょう。ドゥンドゥンクリッテンデッテン、るのかわからない。さあ、夏目の両親気になるよね。玲子さんの、まあ娘か息子ってことだもんね、多分ね。わー、このオープニングも聞き納めに近くなってしまうな。ラー、なんかでもなんか滝ちゃん要素が今期は少ないな。どっちかというと委員長の方が多いよね。さあ、ここかわいすぎ定期、ここかわいすぎるよな。さあ、ふずき、ほおずきの話が終わり、また新たに。やっぱり今期のテーマは人とあやかしだよね。その壁というか、その関係性がすごいフォーカスされてる。さて、さあ、スーパーのお買い物、お使いかな？お帰りと、おう、しげるさん。おう。あら。あん。あら、いいね、家族で写真、一枚の写真。あら、いいですね。さあ、部屋ににゃんこ先生はいるかな。うわ、びっくりした、全員いる。うわ、ちょびひげもいる。お帰り、お帰り。さて、さあ、あら、寝てる。はい、知り合い。あらあら、やばい、帰るところを見ている。
楽しそうだな犬の会は本当に。いえいえ、そうね、そこ気になるよね。あら、起きた。ボヨンボヨンしてる。さて、うん、あーそうね、ちょっとやっぱり玲子さん関係はちょっと寂しさがあるよね。人に受け入れられなかったところとか。もやし色すごいな、先生器用すぎるな。うん、そうね、とはいえ向き合うタイミングも来るかもしれない。にゃんこ先生いいもの食べてるな。あら、昆虫の不思議。お？なんだろう。あら、見たい。あー、痛みが。あら、西村北本？田沼かな？ん？うん。何それ？すごい、そんなトリコみたいな世界観なの？あら。実際あるんだろうな、揚力的なあれ。さて、あら、にゃんこ先生ラムネ水が湧く場所行きたいね。お、あ、そうなんだ、軸か。あ、受験がもう近づいてるからね、多分。わー、楽しそうにしてる。とうこさんは安心できるよね。なんかにぎやかに。に、はい。なんだろう。立花さん。なんだ？前の家族？顔色がちょっと曇ったね。うん。ああ、やっぱり。ああ。あら、にゃんこ先生を抱えて。あー、売ってお金にする。あー、
るほど。お家についてか。なかなか。うん。でも、複雑だよね。でも、いやー、気を使う声色だったりっていうのでちょっとね気になるよね。育った場所だもんね、曲がりなりにも。あら、北本は？にゃんこ先生は？あら、あらららららにゃんこ先生わーお、お戸の裏？やばいやばい、やばい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 、人の家の押し入れの奥まで。でもその幸せそうな姿を見るにゃんこ先生。さて、あら、思い出の写真。あら、でも大切なんだね。うわー、なんか でもそんなんなったら、でも本当にラムネだったらもう虫がめちゃくちゃ寄り添いそうっていう、すごい夢のない話をしてしまったんですけど目がハートになっている。ラムネも好きなんだね。そういえば好きだったな、ラムネ。結構先生なんか、ねえ、気になるね。ただそうだよね、難しいよね、高校生には。お父さん？思い出しちゃう。本当？まだ。そうね。夏目らしくない解決方法な感じはするよな。向かい合わずに忘れてしまうっていうのは。あー、やばいな。なんだ？夢。先生の寝顔かわいすぎる。でも見てるっていうことはやっぱり
見てるっていうことはそういうことで持っていくんだもんね。おお、ナイスキャッチ。トウコさんはトウコさんでなんやかんや敏感だからね、気を使ってるか使ってないかっていうのをしっかりキャッチしてるから心配だろうね。なんかまた気使わせちゃってるっていうか、なんか気使ってるなって感じちゃってるんだろうね。さあ、すごいざっくりとした地図。見てるにゃんこ先生がこちらを。冒険。タルマも流れ玉を食らって。お？結構やっぱり響いてるよな。あんまり覚えてないでしょ。多分優しさというかそういう意味で言ってる。本当にそのままの意味なんだろうな多分。そうね。押し入れで寝るのが夢でした僕は。ねえ、ちょっと西村不安だな。さて、なんだ。風鈴？そんなことはない。いや、すごい気持ちはわかる。あ、なんかす。やべ。先生。さあ、にゃんこフラッシュ。ナイス着地。そうね、夏目げんこつなら。ただでもだいぶ心に響いてるな。忘れようと思えば思うほど思い出される。あれ、写真。じゃあ行くか。写真に関して、あ、わあ、踏ん切りをつけようとしてるな。忘れようと、大切な思い出なのに思い出すのが辛いから。大切な写真。そうね、それはそうね、本当に。
大切で大事な写真だもんね。ちょっと犬の会も総動員したいな。あら。にゃんこ先生。あ、踏みつぶされた。先生、先生踏みつぶ。あった？あ？見して。どうだろう。これ？お母さん。あら。うわあ、二人ともいい人そう。ああ。そうか。会いたいもんね。あら、タキちゃん？あ、やばいやばい、そうだそうだ。にゃんこ先生の天敵二人。あら、名取さんがいる。名取さんだね。あら。あら。そうね。ほんとよね。びっくりするよね。あはは。あ、やばい。あら。お？あ、やばい。見つかった。よかった、タキちゃん要素もしっかりありました。ちょっと、ああ、両親ね、本当に。いい言葉だね。でも本当に夏目には、お願い、一歩踏み出せてきてるな本当に。いやーでもなんかもう本当にそうだもんね。忘れたいと思ってても忘れられないし、今はねやっぱり、あら、やっぱり今はね、やっぱりこう瞳子さんとかお母さんとお父さんがいるからって思ってても、やっぱりなんて、本当とか偽物とかそういう話じゃなく、なんて言ったらいいんだろうな、なんか会いたかったけど会えなかった人っていうのもいるし、もうこぼしてしまってどうしようもない事実とずっと向き合うっていうのもね、なんか大切なことではあるけど後ろ向きなことだというふうに考えちゃう時もあるからさ、忘れないようにしたいけど忘れた方がいいことっていうふうにも捉えてる。時間が解決してくれるよっていうのもあるし、忘れるから大丈夫だよっていうことだからさ。いやでもなんか会いたかったろうなって思うと、それでそんな中やっぱりお父さんもね亡くなって、こうたらい回しになって、でこう一人ぼっちな中妖怪にこうね付け狙われたりとかからかわれたりとかして、で周りからも友達があんまりいなくてっていうと、
なんか本当になんか相当飢えてたんだなって感じはするな、本当に。さあ、記憶の扉。さて、立花さん？ああ、記憶の扉。うわあ、めっちゃいいな。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いやーなんかちょっと涙腺に来てしまったな。なんかやっぱり夏目の幼少期だったり、なんか夏目の根幹に関わる部分に触れると、やっぱりちょっと涙がちょっと出てきてしまいますよね。やっぱりあの自転車の時もそうだったけど、なんかもうちょっとやっぱりこう辛かったんだなっていうよりかは、なんかこうもうどうしようもないことに対して悩むって結構本当にあることだと思うし、なんか小さい頃から夏目ってそういうことに苦しめられていたね、なんかそういう人生だったって言ったらまた大枠すぎるんだけど、なんかそういうことにずっと苦しんできたりとかもしただろうから、そういうのを考えると非常になんか今がすごい良かったなっていう風にも思えるし、ただやっぱりなんか今がすごい良くなったからこそ、この過去をねこう見ないでもいられるようになったし、見なくてもまあ安心できる、もう今はもう固まってるからっていうところがあるから、あとはもう忘れよう、上書きしちゃおうっていう風に思ってるけど、でもそれってまた違うことだよねっていうのが今回でまた色々と明示されてて、なんか複雑な心境というかすごい気持ちはわかるよね。なんかやっぱりこう大好きだった人がいなくなっちゃってね、え特にやっぱり写真だけがつながりを表すものなわけじゃないですか、夏目と。なんかそれに対する向き合い方が本当に夏目らしいっちゃらしいんだよね。これはやっぱりいろいろと気を使っている夏目なわけですもんね。なんかこうやっぱり自分のことだったり自分の確信になんか近いものはもう蓋をしてしまおうっていう、やっぱり周りに迷惑がかかるじゃないけれども、今が恵まれているから過去のあんまり恵まれてなかったり不幸な出来事っていうのは蓋をしてしまおう、今の幸せをかみしめるためになんか過去だった過去にあった悲しいことは蓋をしてしまおうっていうのが、なんかある種夏目らしい考え方だけど、まあやっぱりそれが正しいかと言われたらやっぱりね、そこまででもないわけだしね、えやっぱり田沼の言葉が刺さるわけだしね、しっかり向き合っていって、やっぱりやりたいようにやることがやっぱり夏目の幸せだと思うし、やっぱりそこはね、しかも夏目の核の部分だからやっぱり見過ごしていい部分でもないしね。いやいいな、でもそこら辺しっかり拾ってやっぱり田沼にしっかりにゃんこ先生から伝えてあげるっていうのはいいよね。にゃんこ先生もやっぱりそこら辺の夏目の機微にはすごい敏感なわけだもんね。でもすごい優しそうな両親だったね。なんかこう幸せに過ごしてたら優しくていい子に育ったんだろうなっていう感じもするな。なんかもう本当にこうやってやっぱり回を重ねるごとに夏目には幸せになってほしいって思いは非常に強くなってしまうな。なんかこう幸せになるべき人間なんだなっていう風にはすごい思う。幸せになってほしいっていうよりかは、もうなんかなってほしいっていうよりかは本当に幸せになるべきなんだっていうことをすごい強く思わされる。もう本当にすごい思う夏目には。絶対幸せになるべきだよ本当に。今までこう辛かったことがあって今の幸せっていうものも理解してるなら、夏目はもうなんか幸せになる、まあ誰にも幸せになる権利があるっていうのはもうもちろんのことだと思うけど、人一倍なんかその権利を強く主張してもいいんじゃないかなっていうふうにも思うからね、しっかり東子さんにもしげるさんにも甘えてもいいんじゃないかなっていうふうにも思うし、さああとは次回ですよ、家に行って多分立花さんあたりといろいろと触れ合っていくのかなっていうところでもあるんだけど、多分立花さん的には多分今の夏目を知らないからこそああいう言い方をしたとは思うんだよね。持ってても仕方ないだろうっていうのは突き放すわけでもないしね。あの思い出すだけで辛いだろうからっていう、かなり多分僕はあのね電話の人流れだけでも立花さんはかなりいい人寄りなんだろうなっていう風に思った。ただやっぱり多分当時やっぱり敏感だった夏目が多分適応しきれなかった部分があって、また別の家に預けるっていうなんかそういう判断になってしまったんだろうけど、多分今会えば立花さんともうまくやれるんじゃないかなっていう風にも思う。基本的になんか
もやっぱり本当に夏目って人とうまくやれるし、夏目がねこう預けられた人ってやっぱり基本的にいい人ばっかりで、そこに夏目がうまく適応しきれなかった部分っていうのももちろんあるからね、やっぱりあやかしとこううまく付き合いきれなかったっていうところがあるから、今はもうにゃんこ先生もいるしうまく付き合えるようになったから、多分やっぱりこう立花さんともうまくやっていけるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ次回記憶の扉ということなので、まあ両親との思い出だったりなんだったりいろいろと気になる部分ありますので注目していきたいと思います。いや楽しみだな。はい、いやでもやっぱりこの夏目の根幹の部分は本当に類性を有すばれよかばりょ。はい、というわけで次回も楽しんでやっていこうと思います。以上夏目友人帳史第11話でした。バイバイ。鼻が出てんな。